オフロック。なおちゃん、篠原です。今回物件物取り扱い者オプシュ、第6類、ファンカフェ液体の話をしたいと思います。この動画見てる方のほとんどはですね、まあ元々大学で科学はやってないけど危険物取り扱い者の、講習を取ろうとしているという方が多いんじゃないかなと思います。なのでまあオプ4取った後、まあオプ、まあ356あるいはオプ1を取ろうということで、まあこのオプ1とオプ6どっちが簡単なんだっていう話なんですが、まあ断然オプ6だと思います。断然オプ6の方が簡単ですし、まあ、物質も馴染みが多いものが多いかなと思います。まあ多いというか、まあ硝酸だけですけど、硝酸ね、まあ文系でも聞いたことありますよね。なんか危なそうなやつっていうことで聞いたことのある人が多いんじゃないかなと思いますので、まあ、断然、6の方が簡単ですね。はい。で、今回ですね、このオプ6に関して簡単な解説をした上で、まあ、どういうところがよく出るのかというポイントをお話ししたいなと思います。まずですね、酸化性液体どういうものかっていうと、まあ、酸素をポンポン出しますよと。これ自体は不燃性燃えないんだけれども酸素がバンバン出ますというところです。はい。で、特徴としては腐食性があります。だから手で直接触ったりすると手が、まあ、火傷するというか、そういうものになります。はい。で、あとですね、粉末消火剤なんですが、この粉末消火剤がですね、炭酸水素塩類とリン酸塩類があって、リン酸の方しか効かないっていう、マジかみたいな、そういう特徴があって、このリン酸塩類しか効かないっていうのが微妙に出たり出なかったりするので、このまあちょっとその勉強というのも、まあ、どっかでしておかないといけないのかなと思います。はい。でまず一つがですね、過塩素酸ということで、過塩素酸なんですが、まあ、無色の発煙性の液体になっています。まあなんとなく塩素が入ってるんで分かるかと思いますが、刺激臭があります。酸化力があって銀、銅も溶かします。銀や銅も溶かしてしまいます。はい。で、これなんですが、なんか溶かしたらなんとなくこう塩素入ってるんで、塩化水素、まあ、塩酸ですよね、塩酸っぽいもの、まあ、塩化水素が出るんじゃねえかなと思いきや、実は酸素と水素が出るっていうことで、まあ、意外と塩酸出ないんだっていうところですね。はい。でまあ、金属こうやって溶かしちゃいますのでガラスとかに保存します。はい。で不安定な物質で、まあ、すぐ変色しちゃいますよっていうことと、まあ、これよく出るのがこの第6類のやつがこう流出した時に、おがくずとかボロ雑巾とかで拭いていいみたいな選択肢があって、大体バフにしないといけないんですけど、まあ、ダメと。可燃物で拭いちゃったら火つきますよということですね。で、加熱すると塩化水素が出ます。だから、金属と反応しても、まあ、酸素と水素なんですが、加熱すると塩化水素が出ます。はい。注水消火は OK ですが、まあ、過塩素酸、まあ、酸化力の強い物質ですので、中和をしないといけないと、アルカリに混ぜますというところになります。はい。で、その次がですね、非常によく出る過酸化水素ですね。過酸化水素よく出ます。これは、粘り気のある液体で何が出るかというと酸化剤なんですが、強力な酸化剤に対しては還元剤になるという特徴があります。まあスネオみたいなやつってことですね。酸化剤なんだけれども強力な酸化剤に関しては還元剤とで、これ聞くとなんとなくそのじゃあこの過酸化水素って、強力な酸化剤だって書いてあったらなんかバツなのかなっていうふうに思うんじゃないですか。ところがですね、問題集によってはそれがバツだったり丸だったりするんですよ。つまり強力な酸化剤だって言い切っていいのもあれば、還元剤に変わるんで強力とは言えないみたいなのもあったりとかして、まあこれはまあ正直マイナーな試験ですから、まだ試験対策がこうしっかりできてないんでしょうね。いろんなこの各種予備校とかこの本の出版社さんの方でできてないのかなっていうふうに思いました、正直ね。はい。で、非常にまあ不安定な物質っていうことで、まあすぐですね、この過酸化水素、もともとは H2O2 ってことですぐ H2O になりたがるっていう物質です。はい。で、この過酸化水素の、もう一個の特徴が、密閃しないということになります。エチルメチルケドンパーオキサイドと同様に密閃してはいけない、物質になります。おそらくこの2つだけです。エチルメチルケドンパーオキサイドと、過酸化水素だけがですね、密閃してはいけない物質になります。で保存の際にはリン酸などの安定剤を入れるということになります。はい。
さあ、そしてもうこれも第6類でおなじみ小3ですね。小3に関してはもう1回の試験10問中2問出ても不思議じゃないぐらい重要ですし、まあその分内容も濃いということになります。まずは浮動体、これが非常によく出ます。浮動体なんですが、これ何かっていうと、普通、濃い小酸と薄い小酸だったら濃い小酸の方がいろいろ物を溶かしそうなんですが、濃い小酸に対してアルミニウムと鉄とニッケル、あとクロムに関しては、溶けないということになります。むしろ薄い、小酸の方が溶かすということで、これ覚え方があって、当てにならない不動産、当てにならない不動産屋さんということで、まあ、アルミニウム、鉄、ニッケルが、まあ、当てに、で、不動体が不動産屋さんということですね。まあ、不動産屋さんね、まあ、私も何回か引っ越ししてますけど、まあ、なんか契約内容はこれ大丈夫かと思うこと、まあまあありますよね、みたいなことをイメージしてもらえたらいいかなと思います。で、なぜかクロムもね、この不動体になるってことなんですが、このクロムが不動体になるとか知らないですよね。まあ私自身その高校生に対して、個別指導してますので、まあ科学に関してはそれなりに詳しい、まあ、詳しいというとあれですけど勉強はしてるんですけど、クロムも不動体になるのみたいな、マジかみたいなね。でも当て2のその語呂の中で出てこないんで、マジかみたいな、そういう感じのところがあるんですが、一応クロムもなりますというところですね。で、ステンレスとかアルミニウム製の容器に保存します。まあ不動体になるので、ステンレスとかアルミニウム製の容器、まあほぼステンレスですね。アルミニウムの容器に保存するってのは見たことがないですね。ほぼステンレスかな。で、あるいはガラスなんですが、ガラスは、日光に反応しちゃうんで、褐色のガラスじゃないといけないということになります。はい。で、まあ強酸ですというところと、あとはまあそうですね、塩酸と混ぜたら黄、水というのがあって、金でもプラチナでも溶かしちゃいますよっていうことと、硝酸ですね、アンモニアと反応して硝酸アンモニウムができますよということになります。これが爆薬の原料になります。はい。で、あと、よく出るのが流出事故が起きた場合ですね。流出しちゃった場合どうするかっていうと、まず、砂で流出を防ぎますと。で、水とかで薄めた後、まあ中和して、で、防護マスクをしましょうというところですね。ポイントが風上で作業です。この硝酸はですね、確か、まあ人間をこう腐食するというか、そういう危ない気体が出ますので、あと確か金属反応する二酸化窒素ですね、二酸化窒素が出たりですが、まあろくなもんじゃないんですね、ろくな物質じゃないので、まあろくな物質でないというあれですけど、まあ毒ですので、まあ風バンバンその蒸気を浴びていいってわけではないというところになります。はい。で、あと発煙硝酸というのがあります。この発煙硝酸に関して出るのは、加圧飽和させてできると、加圧飽和させてできるというのがよく出ます。で、あと発煙硝酸の方が危ないというのもよく出ます。はい。で、最後ですね、ハロゲン環化合物、まあハロゲン環化合物っていうのは、まあなんかよくわかんないなと思うかもしれませんが、まあ2つのハロゲンがですねくっついてできたものということで、で、ここでポイントなのがですね、このまあ酸化性液体だから酸素が出るんでしょうというふうに思って、全部ほとんどの物質酸素入ってるなっていうふうに思ってたらですね、このハロゲン環化合物に関してはハロゲンだけでできてますので酸素入ってないんですね。だから、まあ酸化性液体なので酸素が絶対入ってるみたいな選択肢があったらバフと、ハロゲン環化合物に関しては酸素が入ってませんよというのが一つのポイントになります。で、まあ登場人物は3人というか3つの物質で、酸復活臭素、5復活臭素、5復活要素なんですが、ポイントがですね、この、まあ、この3人の登場人物がというよりも、むしろ、このハロゲン環化合物そのものの、特徴として、まず水かけちゃダメというところになります。水かけちゃいけない。で、あと、まあ、水かけちゃいけなくて、かつ、金属と反応するんですね。金属と反応すると、じゃあ、ガラスの中に保存しとけって思うかもしれませんが、ガラスも溶かすんですね。ガラスも溶かすので、ゴムやポリエチレンのような材料で内張りした容器じゃないといけないと
ということで、非常にわがままな物質なんですね。金属の容器ダメ、ガラスもダメということになります。ちなみにこの水と反応するとですね、なんで水かけちゃいけないかっていうと、このさっき言ったフッ化水素、ガラスを溶かすフッ化水素が猛毒なんですね。猛毒なので、水かけちゃダメ、だし、しかも、先ほど申したようにこれ、酸化性液体ですんで、有機物と反応したら、火つくということで、ちょっとややこしい、ちょっとややこしいんですが、ややこしいがゆえに非常によく出ます。ただし第、オプロクニのいいことはですね、これだけなんですね。なので、共通の、類をまたいだ、類の特徴ですよね。オフ位置がどうだとか、そういうような話の後、ほぼこの、硝酸に関する問題は2問とか、ハロゲン環化合物に関する問題は2問だとか、であと、この過酸化水素の問題は1問みたいな感じで、あんま勉強することがないんですね。あんま勉強することがないですが、ちょっと一つ一つがちょっと不思議な特徴があったりとかして、よく出るのが硝酸の流出に関する問題ですね。これもよく出ますね。なので、覚えること自体は少ないんですが、というようなところになります。はい。ということでですね、危険物取扱者のオプ6の簡単なポイントの解説でした。ぜひですね、危険物取扱者、オプ1は大変だと思いますが、オプ6に関してはもうこの程度しかないので、ぜひ、これで受けて、受かっていただけたらなと思います。ということで今回はこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。